オーストリアで最も多く栽培されているグリューナー、ベルトリーナーダメから作られたワインオーストリアワインはオーストリア産のワインである。オーストリアワインの多くは辛口の白ワインであるから製造されている。デザートワイン系の白も製造されており、ノイジードルコ周辺産の栽培、搾取が難しい氷点下摂ッな,などのいてつく、ブドウ畑で熟成した寄付ドウから作られる寄付ワインも、 オーストリアワインの魅力の一つといえる。赤ワインは30%程度であり、ブラウフレンキッシュ種やブラウアーポルトギーザー種、ピノノワール種、オーストリアで品種改良されたツバイゲルト種が用いられている。オーストリアではもともと独自の品質区分があり、それが EU の分類枠内でも運営されるようになった。そのため、世界各国より確かな品質を持つワインとして認知され、 近年さらに注目が集まっている。この国は世界でも最も高価なワイングラスのメーカーであるリーデル社の本拠地でもある。クオリティエツワイン級以上のワインに関されるラベル表の通りグリューナーベルトリーナーダネがオーストリアで多く用いられている種である。この種からは辛口の白ワインが作られヒューアリジャーのような短期熟成ワインから シュペートレゼのような長期熟成に適したものまである。古来からのベルシュリースリング種は、ノイジードルコ周辺の寄付ワインの原料となる。この種は、ミュラートルガウ種同様、辛口の短期熟成ワインにも用いられる。ノイブルガー種は1850年代にドナウ川の漂流貨物から発見されたと伝えられてきたが、現在では、 シルバーナ種と古来のローターベルトリーナー種の掛け合わせで作られたものと判明している。フリアーローターベルトリーナー種はマルバジアという別名でも呼ばれているが、東地中海のマルバシア系の種との関連が推測されている。ムスカットオットネル種はブービエ種と同様、ノイジードルコ周辺のデザートワインの原料として用いられているが、これはマスカットファミリーの禁煙種であり、 都会ワインに用いられているオレムスダネの祖先にあたる。クロスターノイブルクでベルシュリースリングダネとオランジェトラウベシュから掛け合わされたゴルトブルガーダネには高い期待が寄せられていたが一過性のブームで終わってしまった。ツヤハンドラーダネとロートギップフラーダネはテルメンデギオン地方の土着のブドウであるがこれらをブレンドしシュペットローとロートギップフラーワインが製造されている。オーストリアでは ピノグリッシュはルーレンダーやグラウアーブルグンダーとも呼ばれていることは特筆に値する。同様にピノブランシュはバイスブルグンダーと呼称され、装備ニオンブランシュはムスカットシルバネールとしても知られている。リースリング種はドイツにおいてほど用いられていないにせよ、オーストリアの辛口白ワインの重要な一角を占めている。1920年代からクロスターノイブルクチックで、 ツバイゲルトとブラウブルガー種がよく醸造されていて、今ではオーストリアの赤ワインの大勢を占めている。前者は熟成を経て個性的な味のワインに仕上げられ、後者は育てやすく様々なワインにブレンドされている。どちらの種も短期熟成で軽やかな味を楽しむことにも用いられる。ブラウフレンキッシュ種種とブラウアーポルトギーザー種はこの地域の伝統的な赤ぶどうであり、 ハンガリーのエグリーピカベールワインの一部にも使われることがある。この他にフルーティーな味わいのブラウアーポルトギーザーダネや19世紀半ばにフランスから持ち込まれピノノワールの子孫と考えられ育てるのが難しい深い熟成味を誇るサンクトラウレント種などがある。ありがとうございます。